はい、皆さんこんにちは、村田です。今回も iPhone 13の、ケースをレビューしていきます。本日紹介するのがこちらですね。リーフから発売されたデューロウルトラスリム&ライトケースです。この実は僕が、まあ、この動画でもたびたび出てきたかと思うんですけれども、 iPhone 12シリーズでね、使っていたケースですね。まあ僕自身が愛用してたので、むちゃくちゃいいっていうのはね、分かってるんですけれども、今回ね iPhone 13 Pro モデルが出たということでレビューしていきます。まあとにかくむちゃくちゃ薄くてむちゃくちゃ軽いんですね。もう一度使うとやめられなくなる、このね使い心地の良さ、あとケブラー素材が使われた質感の良さ、これはねもうたまんないですね。まあそのあたり含めてレビューしていきます。それでは行きましょう、イントロ。はい、それでは開封をしていきます。リーフのねデューロですね。特殊繊維ケブラーアラミド繊維を採用、薄くて軽くて丈夫、素材厚わずか約 0.65mm ということで、めちゃくちゃ薄くて軽いんですね。早速開けていきましょう。で、こっちかな、うん、はい、から出ていきます。はい、出てきました。はい、おお、まあ相変わらずね、この軽さ半端じゃないですね。もう何この空気感やばいっすね。改めて軽いなと思いますね。見てください、この細さ、むちゃくちゃ紙1枚ぐらい、もう厚紙1枚ぐらいのレベル、ちょっと言い過ぎかな。でもね、それぐらいのこの薄さをね、このケースは表現してて、こんなにね、薄くてこのケースが作れるって、だいぶ技術が高いレベルが求められるんじゃないかなとは思いますね。で、このね、ケブラーっていう素材は、非常にね、強度が高くてね、航空機だとか、防弾チョッキとか、あとパラシュートのね、素材なんかにも使われていて、軽いんだけど非常に強靭な素材ということで、とてもね強いんですね。まあこんなに、ね、軽くて大丈夫、こんなに薄くて大丈夫なのっていうふうに思われるかもしれませんが、まあ、ケースとしてはとてもね強靭さのある防御力のあるモデルですね。まあ、ただね、衝撃にはこれだけ薄いのに弱いので、そこはね注意してください。では実際にはめていきます。まず四隅からつけて、こんな感じ。はい、いかがでしょうか。もう一瞬でね取り付けられるのでとても簡単ですね。まあつけてみてね、改めてなんですけど、こう握った時の何もつけてない感、このケースをつけてない感っていうのがやっぱ素晴らしいですね。どうしてもケースつけてこの横幅がこう厚くなっちゃうっていうのがね、嫌な人って多いじゃないですか。やっぱりこう握った時にこの指が届く可動域、距離っていうのもね、やっぱりケースがね横に厚くなると、その分だけ届かない位置っていうのがね出てくると思うんですけど、これだけ薄ければ裸でね、iPhone 使ってると同じぐらいのね可動域、この指のストロークっていうところがね届くようになるので、まあ、ここはね操作しやすいメリットかなと思いますね。で、外観的にはね、やっぱり非常にタイトに作られてますね。もう一切の無駄なしといったところでしょうか。保護力を見ていきましょう。で、こっち、電源ボタンの方は大きく、くり抜かれている形になってますね。で、やっぱりね、この素材が薄いことによって、この指触りもね、こうフラットなんですよね、結構ね。で、ボタン部分って若干こう筐体よりも凹凸があるじゃないですか。その凹凸と大体ケースの厚みが同じぐらいで、こう指でこうスーッとね、スライドさせると、なんかボコ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 っていうのじゃなくて、スーッとね平坦にこう水平にねこう指が移動してくるような、このフラット感っていうのが味わえますね。やっぱりこれだけねケースが薄くって、このねボタンとのねこのシンクロがすごくねしているんじゃないかなと思いますね。で、反対側の音量ボタンとマナースイッチ部分、こちらに関しても大きく開口部が設けられています。とっても操作しやすいですね。裸の状態で使ってる iPhone とほぼほぼ同じような操作感が味わえますね。で、ケース下部に関してもライトニングポート部分しっかり開いています。スピーカーなどもね合ってますね。で、注目なのはこのスリットですね。この切り込みが入っていることによって、ちょっとね、
こういうふうにケースの着脱がとってもしやすくなってるんですね。この部分がスリットがこう開いてくれることによって、めちゃくちゃねタイトに、もう無駄なくぴったり iPhone に合うように設計されているんですけど、このスリットがあることによって付け外しがこうしやすく、なっています。これはね使い勝手のいいポイントですよね。で、上の部分は同じくこれもスリットが入っているのみということで、もうとてもシンプルかつ洗練された作りになっています。で、このケブラーね素材っていうのは、まあ先ほどもねお伝えした通りとても強靭な素材が使われていて、しかもこの目に見えないんですけれども 5G 通信に干渉しないような素材なんですね。やっぱりケースの厚みの分だけ、まあ素材の分だけ、素材の違いによってですね、通信っていうのが若干でも干渉する場合があるんですけれども、このケブラ素材に関して言うと、メーカー交渉によるとね 5G 通信を干渉しないということで、とてもね iPhone 13 Pro のパフォーマンスを落とすことなく通信ができるっていうのは、これもポイントではないでしょうか。あとはやっぱりねこの質感ですね、質感の良さっていうのが、このケブラっていうのは編み込みっぽい感じのこのデザインで、指で触った時にとてもサラサラしてるんですね。で、汗ばんだ手でこう触った時も張り付くってこともないし、こう不快感を覚えることもないので、とてもね使い心地がいいですね。ポケットにもねこれだけ薄いので、かさばることなくスルッと入りますし、このねサラッとした、ね、質感によってポケットの中で引っかかる、つっかえるっていうこともないので、とても使いやすいと思いますね。はい。で、カメラレンズ部分なんですけれども、このねボコッとね呼ばれてもないのに飛び出したねリアカメラのこのレンズ部分よりも、このレンズ周りが高くなってますね。なので背面側からねこんな風に置いても、このレンズが直接机に触れることがないっていうのは、使いやすいポイントですね。前面部分に関してもね、もうほんとわずかにこのエッジ部分がディスプレイよりも若干高くなっていることによって、前面側から置いても画面側が触れないですね。なのでこうやってね、机の上でこう擦れたとしても、この、ね、ディスプレイが直接擦れるわけではなくて、この側面の周囲の部分が擦れるので、傷とかね汚れとかそういったものからディスプレイを守るという意味でも、優秀ですよね。これだけ薄くてね、そこまで配慮されているっていうのは、とても完成度が高いんじゃないかなと思います。はい。こういったねマグセーフ系のマグネットでくっつくタイプの充電ケーブルも、こんな風に、はい、充電ができますね。ちゃんとくっついていますね。やっぱりケースが薄いので、こういったマグネット系のアイテムっていうのも使えますね。ただね、カード収納ポケットとか、ああいったものはちょっとね、磁力がどうしてもケースの厚みの分だけ弱くなってしまうので、あんまりおすすめはしないですね。まあ、ただこういったマグネット系の充電ケーブルであれば、そこそこ、くっつくので、こういったものはね、ケーブルレス充電、iPhone 13をしてあげるときに、有効だと思います。はい。ということで、ディーフから発売されているデューロ、レビューしてきましたが、いかがでしたでしょうか。やっぱりこの使用感、これだけ iPhone 13 Pro にぴったりとね、フィットするケースなかなかないと思いますので、このね、薄さと軽さ、そしてね、握った時の何もつけてない感、味わいたい方は、ぜひこの動画の概要欄に商品ページのリンク入ってますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの動画が参考になったという方は、グッドボタンとチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。